さぬきまる。さぬきまるは、日本国有鉄道、国鉄高こう航路の客はじめ車両都線で、国鉄自動化連絡線の第1号であった。晩年第1さぬきまると解消された。増大する、向こう航路の客家輸送需要に対応し、合わせて、老朽化した300相当級の小型車両都線第1向丸。一うこう 第二宇マ丸を淘達すべく、新三菱重工神戸造船所で建造された。本船建造が計画されていた1958から1960年、昭和33から35年当時は、聖艦、宇宙領航路の連絡船の主力は共に、戦中から戦後の混乱期に建造された船で、 これら多数の老朽船については、数年以内の代替建造の必要に迫られていた。このため元船は、次世代の連絡船建造に向けた、指揮会や、携線機器、ヒーリング装置等の自動化、遠隔操縦化や、操船性能の画期的向上を目指した、ホイトシュナイダープロペラの採用等、自動化連絡船の実験船としての性格も有していた。航路長が短く、 強愛な海面での離着岸を頻繁に繰り返す、右航航路では、離着岸に要する時間の短縮が重要で、1953年、昭和28年建造の第3右航丸同様、可動橋への接合がより容易な戦士着岸とし、車両の積み下ろしは、戦士からとした。また、船体幅を広げるため、岸壁計流位置において、船体中心線を、 可動橋中心線から21.85パーミルと第三宇マ丸の20パーミルよりも若干大きく線尾側を岸壁の反対側へ振っていた。このため全体的には第三宇マ丸に客室を設置したような形であったが丸みを持った UFO 看板の看板室前面からわずかに交代して設置された操打室や中央部のふと短い煙突は1957年 昭和32年建造の青函連絡船とあだまる初代に似ており、外現色にも同じ浅い緑色、10G6-4 が採用されたこともあって、銅線の向こ版という印象であった。死運丸事故などの衝突事故を想定し、車両間パンカの船体を10枚の水密核壁で11区画に区切り、向こ連絡船では初めて、隣接する2区画に浸水しても沈没しない、 二区画化身、構造とした。さらに、船体中央部の色質、ポンプ室、軸室の三区画では、船底だけでなく、側面にもヒーリングタンク等の減速タンクを各区画ごとに設け、二重とした。車両甲板には、第三右交割れ同様、三線の軌道が付設された。三線とも線尾の終点では横並びであるが、 選手部では、接触限界を超えて、近接並行させたため、中央の船2番線のこの区間では、ワム換算3両分の車両積載ができず、有効長が短くなった。各線の有効長は、左舷の船1番線から、右舷の船3番線まで、順次71.105メートル、48.165メートル、71.040メートルで、それぞれワム換算で9両。 6両、9両の計24両の、貨車が積載できた。船内軌道の終端部には、自動連結機の装備された車止めが設置されていたが、入れ替え機関車に押されてきた車両による度重なる、衝撃で、車止め自体が損傷することもあったため、連結機と車止め本体の間に、国鉄連絡船としては初めて油圧干渉機が、本格的に装備され、 重量50トンの列車が時速6キロメートルで衝突したエネルギーを約9センチメートルのストロークで吸収することができた。また1955年昭和30年建造の青函連絡船檜山丸型からは公開中も積載車両の自動空気ブレーキの締め直しができるよう味方弁を介して圧縮空気を積載車両のブレーキ管へ供給できるように言っていたが本線からは より正確に空気圧の調節ができる機関車用自動ブレーキ弁が設置された。なお、車両乾板両弦には全長にわたり余裕部分があり、船員用浴室やトイレ、船員用厨房、上下層の乾板間の階段室として使われ、その部分の中2階に相当する中乾板の左弦選手部にはポンプ操縦室と選手の電動油圧計線機器の動力機械室が 右舷船主部には補助発電機室があり、船尾には船尾系船機器動力機械室があった。これら以外の中間板の側面は、車両格納所側へも外原則へも開放されていた。車両甲板天井に相当する遊歩甲板は、船首と船尾の系船作業場以外は両舷に遊歩路を持つ甲板室で占められ、客室はすべてこの甲板室内に配置された。 その配置は、瀬戸丸型とは逆で、前方と中央部が二等線室、後方が一等線室で、これは、線尾から車両の積み下ろしをする、瀬戸丸型とは逆向きに、同一岩壁に接岸するためであった。すべて一席で、一等線室には151系、小玉型特急電車の一等車の二人掛けシートの、リクライニング機能及び方向転換機能を省いた、一席を、 窓側では前向きに、内側では、小テーブルを挟んでの向かい合わせに配置し、二等選室には153、軽東海型電車の二等車のボックス座席を設置し、1、二等とも一部の座席の通路側には、自動跳ね上げ式の補助椅子も設置し、このほか、帽子係、網棚、客室量減速の処理、電型バランサーにも、鉄道部品を採用して、コストダウンが図られた。 また、救命設備では、公開甲板運限に6人状の救助艇の装備は、あったが、主力は、とはだまる、初代で、試験的に導入された、傍聴式救命いかだで、26人の24個が、公開甲板両舷に配置されたほか、4組の網橋後も装備された。操舵室は、客室のある、遊歩乾板の乾板室屋上に、乾板室前端から、 わずかに交代して設置され、とはだまる、初代に準じて、全面を丸くすり出した、平面形状であった。操打室の船体中心線上には、従来の古典的なダリンを持つテレモーターに代わり、当時の大型自動車のハンドルを取り付けた、ホイトシュナイダープロペラ操縦スタンドが設置された。操縦スタンドには他に全更新レバーが、ハンドルのすぐ右側に、総括制御室への指令を出す。 エンジンテレグラフがハンドルの前側に装備され、ハンドル中央には汽笛ボタンまで組み込まれてすべて人で操作できる形になった。この操縦スタンドのハンドルを回すことで、プロペラの推力方向の左右成分を制御し、全更新レバーで前後の成分を制御して、その合成ベクトルが実際の推力とその方向となった。 このベクトルの位置を表示する推力方向指示器が、操打室中央部前面窓上と総括制御室、軽基板に設置され、同心円の描かれた板上に、交点で示された。左右2機のプロペラに、別々の指令を出すことはできなかったが、低速時の操縦性は、極めて良好であった。エンジンテレグラフが操縦スタンドに組み込まれたため、独立したテレグラフは、 操縦スタンド左側に設置された、全備形線作業場へ指令を出す、ドッキングテレグラフ一本となった。その後ろには、レーダー指示器が設置されていた。通常、レーダー映像では、次線位置は常にその中心にあるが、本線のレーダーには、推定速力を入力することで北を上にした、映像上を次線外動しながら表示される、トルートラッキング装置が取り付けられたため、 映像上では海面が止まり、周辺の他線の動きを正確に把握できた。ソー室屋上は羅針木甲板で、中央に磁気コンパス本体が設置され、その後ろには全部マストがそびえ、上部にレーダースキャナー、その下にハーモニック型のエアホーンのラッパが左右に2本並び、その下にモーターサイレンのラッパがついていた。 サヌキマルがボイラーを装備しなかったための対応であったが、この機敵の組み合わせが、以後建造の国鉄連絡船の標準となった。1972年、昭和47年11月に、第二レーダーが装備されたが、全部マストがすでに満杯のため、その直後に、従来のマストより高いマストが新設され、その長部に、スロット型のスキャナーが設置された。なお、 レーダー指示器は、ホイトシュナイダープロペラ操縦スタンドの右後ろ側に設置された。右向連絡線には、無線通信室はなく、操打室後ろ側には、船長室をはじめとした、幹板部高級船員室と電気機器室が連なり、第三右向丸のように操打室中央から後方を見通すことはできなかった。連絡線は、着岸時、 船から岸壁上のビットにつないだ複数の軽流柵を引き寄せたり伸ばしたりしながら定位置へと軽流した。従来この軽線作業に多くの人手を用しており、当時は数年後に連絡線の大量取り替えを控えていたことから軽線作業の省力化は喫緊の課題であった。このため、これらの軽流柵を遠隔操作で思いのまま巻き込んだり伸ばしたりができ、 さらに岸壁計流中は、波浪や仕様の緩慢、喫水の変化等で着眼時に張った計流柵が張りすぎたり緩んだりしないよう、計流柵を一定の張力で引き寄せ続けるオートテンション機能を持つ電動油圧式、ウイチが開発され、装備された。車両積み下ろし時の先体傾斜を抑制するヒーリング装置のポンプには、とわだ丸に続き、交流誘導電動機、 5 5ット駆動の可変ピッチプロペラ式軸流ポンプが採用された。さらに、国鉄連絡船では初めて、左右両限のヒーリングタンクだけでなく、船首にトリミングタンクを設け、可動鏡をかける船首の喫水も容易に調整できるようにした。このヒーリング装置には、左限中間パン船首にあるポンプ操縦室からのボタン操作で、 ポンプの送水方向からバルブの操作までの一連の手順を順次自動的に行うシーケンス制御を国鉄連絡船として初めて採用した。国鉄では戦前より補助機船や宮島航路の連絡船宮島丸初代242.08相トンでホイトシュナイダープロペラの使用経験があり、その操縦性の良さを高く評価していた。このため、サヌキ丸では 同時日本最大となる西ドイツ製の千馬力のフォイトシュナイダープロペラ 24E150 を千尾船底に2機装備した。このプロペラは回転数及び回転方向一定のまま翼角制御だけで360度いずれの方向へも任意の推力を発生できるため操舵室からのハンドルとレバーによる翼角の遠隔制御で速度調節から前進、旋回、 その場回答まで可能となり、強愛な構内での離着岸には威力を発揮した。しかし、火事を持たないため、潮流の早い海域での高速巡航時の進路、安定性が不良で、進路保持のためプロペラを制御すると速力が予想外に低下してしまうことが分かり、以後建造の車両都線には採用されなかった。ホイトシュナイダープロペラの採用により、手機械は常時一定回転数。 逆転なしで使用できることになったため、推進用の指揮会を、主発電機駆動用にも兼用することとし、すでに発電用ディーゼルエンジンとして実績があり、とは黙る、初代の発電機駆動用エンジンとしても、採用されていた三菱神戸 JB5 型をベースに、V 型12気筒化、高価急化した三菱神戸 JB12VA 中速、デーゼルエンジン、定格出力1500馬力、 毎分460回転2台を指揮会に採用した。2台の主発電機もこの指揮会で駆動された。このため、各指揮会の選手側には、クラッチ機能を持つ電磁次手を介して参照。交流 60Hz225V 出力3 5 9区場の発電機が1台ずつ接続されていた。線尾側には、ディーゼルエンジンの変動トルクを吸収するため、クラッチ機能を持たない。 流体継ぎ手を置き、ユニバーサル継ぎ手と傘歯車を介して千馬機のプロペラを毎分77点を回転で互いに回転させた。通常航海時は、主発電機1台で必要電力はまかないたが、必要に応じ2台並列運転も可能であった。主機室の選手側中段に、日本の商船としては初めて、防音構造で、冷暖房完備の総括制御室が設置された。 操舵室と総括制御室の間の指令伝達のため、左右それぞれの主機械ごとに1セットずつのエジンテレグラフが設置され、指令項目は、ドライブエンジン、機関起動スタンドバイエンジン、機関用意、フィニッシュプリペリング、プロペラ使用終了ストップエンジン、機関停止の4項目であった。操舵室からのこれらの指令に対する、総括制御室からの応答スイッチは、 手機械の遠隔操作スイッチ兼用となっており、このスイッチ操作だけでエンジン発定時の燃料ポンプや潤滑油ポンプ操作の一連の煩雑な手順が順次、自動的に行われていく、シーケンス制御が採用されていた。なお、手機械が、主発電機駆動兼用であることから、停泊中も、主発電機の運転を継続する場合は、 フィニッシュプリペリングの指令を総括制御室から操舵室へ発令できると一部双方向型であった。なお、右航航路では岸壁停泊中は陸上電源の受電を原則としていた。さらに右船中間板選手には、とはだ丸に続き国際航海に従事する旅客船に義務付けられた非常用設備規定を順用し、自動起動、自動停止の79番の ディーゼルエンジン駆動非常用発電機1台が設置れたが、陸上電源の受電ができない置き病白時にも使用するため、補助発電機と称した。運転中の指揮会は、プロペラや主発電機駆動により負荷が変動したが、これをガバナーで検知し、自動的に燃料噴射量を調節して、毎分460回転を維持したため、通常運行中は総括制御室や操打室から、 主機械の回転数を直接遠隔操作することはなかった。終行前年の九百六十年、昭和三十五年十月には、接続する宇野線の電化が完成し、京都、大阪、宇野間の準急、和しばが電車化され増発。翌九百六十一年、昭和三十六年十月一日大夜改正では、東京、宇野間、大阪、宇野間にそれぞれ電車特急。 富士、渦潮が新設され、1960年、昭和35年度の午後頃の旅客輸送人員493万人は、1961年、昭和36年度には557万人と、急増した。このため、就航後ヶ月後の1961年、昭和36年9月には、旅客定員350名増加の1150名と、し、 その後も、さらに定員増加を行い、1967年、昭和42年には1300名になっていた。煙突のファンネルマークは、当初、こうだったが、1970年、昭和45年、JNR に変更された。国鉄連絡船で、初めて採用された、新機軸には故障も多く、手機械故障、プロペラ駆動歯車の損傷と続き、 出力制限をしながらの運行を強いられ、機関部での苦労が多かった。しかし、サヌキマルで採用された、手機界の低速回転制御と、可変ピッチプロペラ、ホイトシュナイダープロペラも、可変ピッチプロペラの一種の組み合わせによる、機関部自動化や電動油圧式系戦機は、次世代の自動化連絡船、津軽丸が高く船で、さらなる発展を遂げることとなり、サヌキマルでの実験が、 その後の国鉄連絡線自動化の基礎を築いた意義は大きかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。